おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日はねレンチンハムエッグにした楽だからね、これ器にラップを敷いてさ、ちょっとピーンってなってるから、この何器の中にラップをキュンキュンキュンってキュンキュンってして、そしたらハムを2枚ね、でね卵を割り入れて、黄身がさボンって爆発しないように爪楊枝で5、6箇所ツン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 って穴をほがす。そしたらね軽く塩コショウピャーっと振って、ハムをかぶせてふんわりラップをして、500ワットで1分40秒レンチンね。でこのさ大葉とちくわは縦半分に切って、焼き目を上にしてさ大葉を乗せたら、この練り梅をピョンってして、でね端からねくるくるくるっと巻く。この梅を乗っけるときには大葉をちょっとほら折り込んでからしたらさ、ビヨビヨビヨって溢れてこないからね。でね巻き終わりは両サイド爪楊枝で止めて、真ん中からパッコーンって半分に切るね。そしたらさズッキーニは薄切り、ズッキーニはうまいよねいつも言うけどね。でねベーコンは適当に、もうほらズッキーニと炒めるからさでっかめに切った。そしたらウインナーに切り込みね。でこれね豚こま大葉ボールの分量ね。もうさ何を作っていいのやらそしてこのさ連休明けての疲労感やっと金曜日で嬉しいな、ルンルンです。今頃ルンルンとか言わないけどね、私たちの昭和の時代はルンルンとか言ったがね。でこのオーバーも手でちょん切ってさ入れるでしょう。そしたら粉気がなくなるまでしっかりこねこねこねする。でね一口大に平たく丸めるよ。あのコロコロに丸めたらさ、まあコロコロでもいいんだけど、焼くのに何中まで火が入るのに時間がかかっちゃうから、なるべく平たく丸めた方がお弁当の時はいいね、時短になるからね。で残ったオーバーねペターンって貼り付けたで油を熱して、今日はね豚こま大葉ボールから焼くよ。そうお弁当を作る時にはさ味の薄いものから焼いていけばね楽だよね。だから豚こま大葉言えなかっただから今日は豚こま大葉ボールから焼いたので、片面2分焼いたら裏返して、素敵な焼き色でお腹が減るねそしたらねあとほら2分焼くよ。でこれでね豚こま大葉ボールの出来上がりでね、ウインナーとくるくるちくわね、これ生のまんまでも美味しいけど、だんだん気温が上がってきたからさ焼いた。でズッキーニね、このズッキーニもねドカンと全部入れちゃう。でこれをはさ炒めるよ。ほんとズッキーニ私大好きでうまいよね。もうなんていうの、塩で塩とブラックペッパーだけでもうまいじゃん。焼いてねなんとも言えない。で今度はベーコンね。でこれをバサ炒め合わせるよ。
で、私は今日はね、味付けはマキシマムを使ったけどさ、クロセスパイスとかね、いろんなスパイスがあるじゃない。それでもいいし、塩コショウと、何、ブラックペッパー、ペッペッペーでもいいしね。なんでもうまい。ほいでね、ズッキーニとベーコンのスパイス炒めができた。で、ツネルね、ワックスペーパーで仕切って、レンチンハムエッグはね、断面が見えるように詰めるよ。そしたらさ、豚こまオーバーボールは底上げをして立てかける感じで詰める。でね、カップを敷いて、ここにね、ズッキーニとベーコンのスパイス炒め。そういえばさ、私がお弁当詰めてる時にトトがさ、プーってヘを振ったから、その音が入ってるかもしれない。もう入ってたかもしれない。ご了承。いや、生活音ちゅうことでね。で、これ、なんだ、くるくるちくわね。でね、今日はギリギリウインナーも入ったからよかったわ。で、ウインナーね。そしたらミニトマトを乗っけて、でね、今日はね、なんだっけ、花ちりめんふりかけ。そしてね、うちの梅干しも横塩梅でね、干し上がりました。で、自家製梅干しね。これでね、今日のお弁当の出来上がり。今週最後はね、豚こま大葉ボールとかでした。明日、明後日休みの人、ゆっくり休もう。で、材料と分量これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。